エレドイシンは、軟体動物の持つウンデカッペプチドで、ニューロペプチドのタキキニンファミリーに分類される。ジャコーダ子族のエレドニー息子たと、エレドニーオールドバンディの後部唾液腺から最初に、単理された。非哺乳類起源のタキキニ人としては、他にカッシニンやフィサレミンがある。哺乳類由来のタキキニ人である、P 物質、NK、NKB は、非哺乳類由来のタキキニ人と似た効果を持ち、 より広く研究されている。これらのペプチドは、血管拡張、血圧上昇、血管外ひらなめ筋の刺激等、広範で複雑な薬理的、生理的活性を持つ。エレドイシンのアミノ酸配列は、プグループロセールリースアスプ ALF、イルグリラウメット NH2 である。すべての多機機ペプチドと、 共通するフィー XXX グリラウ、メット NH というシーマッタの配列を持つ。普遍のフィー7残機はおそらく受容体との結合に必要である。XXX は方向属か分子脂肪属で受容体の選択性に重要であると考えられている。この共通領域はメッセージドメインとも呼ばれ、受容体の活性化を担うと考えられている。 多様な犬末端領域はアドレスドメインとも呼ばれ、アミノ酸配列や長さが様々で、需要体サブタイプの特異性を決定する役割を持つと考えられている。ありがとうございます。